家庭菜園ライフ。埼玉で菜園をやっております斉藤です。今日は実は1年で一番簡単な根菜類の春の始め方についてご紹介していきます。ご自宅で定期的に食べる野菜といえば人参や大根は人気があります。大根は初心者の方でも作りやすいですが、人参の栽培は少し上級者向きになります。夏場に育てる人参はなかなか芽が出づらいという点があり、そこがデメリットですが、実はこの時期栽培する根菜というのは非常に育てやすく成功率も高いです。大根はもちろんですが、カブや先ほど言った人参などどの根菜もよく育ちますので、今日はそのやり方の方法や管理のポイントについてご紹介していきます。最後にコメントにもご返信していきます。それでは行ってみましょう。この時期根菜類の栽培が簡単な理由をご紹介します。まず一番の理由としては、まずは発芽がさせやすいという点です。大根、カブはもちろんですが、人参も発芽がさせやすいです。皆さん夏場に秋に採れる人参を栽培したご経験があると思いますが、人参の発芽は水分を切らすことなく常に一定の水分が必要になります。どうしても夏の暑い時期に人参の種まきをすると温度が高いので土が乾燥しやすく、すぐ乾いてしまい人参の発芽ができなくなってしまいます。それに比べてこの4月ぐらいになってくると温度がそれほど高くないので土の水分が蒸発しにくく、一定の水分が常に土の中に確保されています。また気温もそれほど高くないので人参の発芽適温である20度から25度の気温が確保されやすい環境になってきます。ということでこの時期に種まきすることで管理にそれほど手間をかけずに芽出しをすることができます。2つ目の理由としては、真夏の暑くなる前に収穫ができるということです。これより早いと防寒が必要ですし、これより遅くなってしまうと暑さでうまく芽が出ません。さらに生育段階が遅くなっていくと栽培適温をオーバーして猛暑になってしまいますので、肥大化せずに終わってしまったり害虫に大量に狙われてしまいます。この時期に栽培を始めることで6月から7月の梅雨時期前に収穫することができるかもしれないので、非常に短期間でこれらの野菜を収穫することができます。梅雨時期に収穫できることのメリットもあり、真夏に入ってしまうととう立ちや根菜は割れてしまったりなど生育障害が出たり、食べるにはあまり美味しくない状態になってしまうので、この3月後半ぐらいからの栽培はとてもメリットがあります。それでは栽培の手順をご紹介していきましょう。まず1つ目、土作りです。土作りとしては元肥を加えていきますが、牛糞2リッター、鶏糞 100cc、油かす 50cc、 この量を1平米に入れれば十分だと思います。またこれからは温度が高温になるのでマルチはする必要がないと思います。この状態で畝作りをして1、2週間後に種まきをしていきましょう。ポイントの2つ目として、少し種は多めにまいておきましょう。この時期発芽はしやすいのですが、この後暑すぎて枯れてしまったり害虫が出る時期なので害虫に食べられたり徒長をしてしまったりなど、秋冬栽培とは違った原因でダメになってしまう可能性があります。やはり種は少し多めにまいておき、間引きでその数と生育を調整するようにしてください。3つ目、水やりは最初の1回とその後は様子を見ながらにしましょう。根菜は最初きちんと芽出しをするために水を与えますが、その後はほとんど水は必要ありません。大根やカブなどは根っこが水分を吸収する能力が高いので、あえて水やりは控えめにしてあげましょう。人参の場合は発芽するまでは乾燥を嫌いますので、こまめに水を与えて土が乾燥しないようにするか、藁やもみ殻などを撒いたり敷いたりして乾燥を防ぐようにしてあげましょう。その後芽が出たらこまめに間引きをしてあげれば徒長したり混み合って通気性が悪くなるのを防ぐこともできます。やってみてください。では続いて種をまく品種についてご紹介していきます。
春巻きの品種はなるべく早生系がいいでしょう。まず大根の方ですと、こちらの春巻きの早生大根がおすすめです。暑さに強い特徴がありますので、万が一猛暑が早めに来たとしても耐えれる力があり、早めに収穫できますので、このような品種を選んでください。2つ目が大病草太り2号です。秋でおなじみの大病草太りの春巻きの品種になります。大病とついていることからも分かるように、病気にも強いのでこの時期もおすすめです。続いて株です。株は四季巻きの小株を選んでみましょう。株は春巻き秋巻きをそれほど気にしなくても大丈夫です。シーズンを通して巻きやすい品種が多いので、四季巻きの株を選んでみてください。特に小株の方が挑戦しやすいと思います。万が一種まきを何回か分けて繰り返しても、小株ですと小さいうちにも収穫できますので、時間をずらして撒いても効率がいいので非常におすすめです。最後に人参ですが、早生人参を選んでください。4月上旬から植えられる品種があります。早生の品種ですので早めに収穫までたどり着きます。この時期はアゲハチョウなども出てきますので、こまめに捕殺しながら早めの収穫を狙ってください。ということで、品種を選んだら栽培を開始していきましょう。どの品種も収穫時期に入る前に葉が大きく展開してくると害虫に狙われやすくなってきます。種まきの準備だけでなく、防虫ネットの準備もして使っていくようにしましょう。それでは実際に人参の種まきをしていきましょう。まず人参の場合は、畝の上の土を少し鎮圧してしっかり固めておきましょう。これは大根株も同様です。土の乾燥状況にもよりますが、その後これぐらいの土の乾燥状態でしたら軽く水をまいて置いてあげましょう。この程度の水分を与えてから種まきをしていきます。この畝の幅ですと、人参の場合は一畝に2畳上に種をまいていきます。では人参の種まきをしていきます。人参の種のまく深さは1センチは間違いなく深すぎます。できれば5ミリ以下の深さに種をまいていきます。人参の場合は筋巻きにする場合は、種と種の間は約1センチか2センチぐらいがいいと思います。大根や株は発芽しやすいので、もう少し種をまく時の幅が広くてもいいと思います。だいたい 2,3 センチぐらいでいいと思います。このように溝を切ったところに1センチ間隔ぐらいで種を落としたら、この後覆土をしていきます。ふるいを使って覆土をしていくと、よりきめの細かいゴミの入らない土が覆土できると思います。このように種をまいた場所に覆土していきます。最後に鎮圧をしていきます。人参の種は好光性種子なので、覆土は軽めにして光が人参の種に当たるようにしておくことが重要なポイントです。最後に覆土した上に軽く水をまいておきましょう。この上から不織布をしてあげます。不織布をすることで乾燥を防ぐことができ、光は通すので、これで発芽を待ちましょう。それではコメントにご返信していきます。こちらのナメクジの対策についてコメントをいただきました。ビールをコップに入れて土の中に埋めるのも効果があるのでしょうか、というコメントです。こちらは効果があると言われていますが、定期的にこのビールを交換する必要があるので少し面倒かもしれません。またビールをこの目的のために使うのはどうかなという経済的な理由で疑問に思う方もいるかもしれません。飲み残した発泡酒などを使ってみてはどうでしょうか。こういったお酒を使うのがもったいないなという方は、コーヒー豆かすを使ったり、こまめに捕殺したりして予防してみてください。今日は春の実は簡単な根菜類の育て方についてご紹介しました。この動画が面白かった方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた。